さあこいつをスキルはいいけど、ペア抜き正しいか間違ってるか楽しみや。え、ペア抜きに正しいとか間違いとかあります？俺エア抜きのプロなんで。ブレーキフルを入れます。ようやくここまで来ましたね。長編対策ですね、今日は。そうっすね。三部構成ぐらいですか。三部構成、そうそうっすわ、各パートに分けてっていう感じっすね。はい、ダメです。はい、ダメですダメですどうしました。これ開けて、これ開けてミニにするんじゃないですか。全部バラしてですか。バラしましたね。こっちにコースに全くピットランを行ってないっす。今やったって空気しか送られてないんで、まずマスターのエアを抜いてあげることに集中してください。はい、マスターのエアはゆっくり握ることによって出てくるこのエア、ポコポコ出てくるやつ、これ、はい、これがマスターのエアなんですよ。あ、先に これをやるんですか。で、気泡が出とるじゃないですか。出てますね。これまずマスターのエアを抜くところから。ほう。この気泡が出てこなくなるまで。今出て、少なくなってきてるんですか。はい。気泡自体が。ちょっとこうやって、パンって、こうやってやってみたら。はい。細かいのしか出てこなくなったんで。はい。ここで、初めて。はい。ヤラペさんのコースは、ワンウェイバルブがついてないんで。はい。この場合だと、ニギニギするとやらないです。ほう。やり方としては、1,2,3,4 5回目ぐらい握って離す、締める、戻す、 1,2,3,4,5 送る、出てきたやつ。あ、出てきましたね。 1,2,3,4,5 出す、今エアーと一緒に出てきたやつ。で、ここを気にしながら、あ、ここ補充します。補充しながらこれでまた、はい、握る、握る、緩める。ワンウェイバルブがない場合は戻ってっちゃうんで。ああ。じゃ、例えば、まあ全然今エアパンダみたいなんですけど、一回握ってください。はい、握ります。離してください。はい。戻ってね。ああ、戻りますね。はあ。あと、永遠に抜けないエアが存在する。戻る。ワンウェイバルブがついとれば、それ以上戻ろうとしない。はい。こっちから空気吸わないんで。これだと、ピストンが戻るときに、こっちから空気を吸おうとする。はい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 。どうしたってエア入ってくるんですよ。レバー離す前に締めないといけないんですね。そうです。1,2,3,4,5 これでもう多分もういい感じじゃないですか。エアはないと思うんですけど、やっぱりマスターがもう限界かな。これマスターもうこんなにゴー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 ってならんもんで、マスターシリンダーの 内部の部品が寿命、そう、今は限界が。あ、そうですね。だからこれギコギコしとったんですか。そうですね、こんなにギコギコ普通しないね。ここでグリ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 って入っていくこの感じ自体が、もう終わって、あ、もうダメなんですね。あ、で、あとはもうちょっと油多いんで、あ、もうちょっと抜きます。抜けばいいですね。はい、まだエアがまだちょっとエアいましたね。あ、もういいんじゃないですか。そうですね、はい、補充する回数も少なくですね。あ、じゃあブレーキフルード無駄にならない。こんだけ時間使ったんですか。あ、確かに。あ、俺もっといつももっと倍、2倍、3倍ぐらい使っとるんですよ。これでいいです。早いでしょ。早いっすこれ極意です。へぇ、ど初心者、多分ど初心者ブレーキ触んないっすよ。あ、そうだからもう初心者の域は俺出とるんですよ。そうっす、ね、俺初心者じゃないっすよ。ビギナーの中で言えば、まあ、上級者ぐらい。ビギナーの上級者っす、俺は。つまり上級者っす。ちょっと何言ってるか分かんない。中華製のあれ絶対買わないでくださいね。え、中華製のダメなんすか。俺安いから中華にしようかなって思っとったんですけど。レバーの剛性がくたくたやし、エア抜いてもエア噛んでんじゃねえかなってぐらいふにゃんふにゃなブレーキになる。あ、そうなんすか。絶対やめてください。中華ダメなんすね。絶対買わないでください。殺人車両と言います。おお、やっぱブレーキ系、あの中華絶対ダメってことですか。僕はブレーキは日清かブレモン、まあいろんなメーカーです。ベルリンガーとか、はいはいはい、あるんですけど、日清かブレンボが一番、まあ、なんか一番日清メーカーが採用してるんです。日清、そうですね、日清なら間違いないっすね。日清なら間違いないっす。正直NSR50 の80の、
ブレーキはノーマルキャリパーで十分で十分十分です十分です。あのオープンクラスとかで140キロとか出るようなマシンはブレームつけておくんですけど、SP クラスとかではつけてないですからね。結局4ポットつけると重たくなるんで、ブレーキもその大きくなるとやったら軽い方がいいで、はいはいはい、所詮あのそんなスピード出ないし、120キロぐらいしか出ねえったら全然で十分です、